バルター・ペール・フェルギーベルは、ドイツの軍人、作家。最終階級は、陸軍少佐。戦後、騎士鉄十字章受賞者協会の中心的人物となった。バルター・ペール・フェルギーベルは、1918年5月7日に、ドイツ帝国のベルリンシャル・ロッテンブルクで生まれた。父親は後に通信兵対象となるエーリー妃、フェルギーベルである。バイン・ヒューベルの小学校、 ついで、ベルリンとアルトデーバーンの中東教育学校で学び、1937年に卒業した。卒業後は国家労働法師団に入団し、ハノーファーの戦争学校への入学をもって、本格的にドイツ国防軍陸軍へ入隊することとなった。第二次世界大戦勃発直前に、砲兵将尉へ昇進している。 1939年9月1日に第二次世界大戦が勃発すると、フェルギー・ベルは第28不評師団、第28砲兵連隊に配属され、ポーランドへ赴いた。半年後の1940年2月26日、彼は第298不評師団、第298砲兵連隊へ移動し、砲兵中隊長や副官を務めた。 東部戦線の最中に彼は複数回負傷しており、6ヶ月ほど軍病院で過ごしている。その際に戦勝賞黒賞を受賞した。フランスで第28砲兵連隊の砲兵中隊長や副官を短期間になった後、フェルギー・ベルは南方軍集団の待機司令官となった。しかし最前線での勤務を熱望したフェルギー・ベルの要求により、 第935警報兵大隊へ配属されることになった。この大隊で一級鉄十字章と二級鉄十字章を受章し、四回目の不祥時には戦勝証言章を受章している。1943年7月25日時点で、大隊は第337敵団兵連隊霊下として、ソビエト連邦のドネツ川中央部を占領していた。 1943年9月7日、フェルギー・ベルは、大隊の中隊長として、騎士鉄十字章を受章し、大尉へ昇進した。11月頃前線を離れ、1944年の夏までユーターボークの砲兵学校で教鞭を取った。この頃、アドルフ・ヒトラー暗殺未遂事件である7月20日事件が起こったが、父エリヒがこの事件に関与していたため、フェルギー・ベルも、 家族連帯責任懲罰法によって処罰の対象となった。ただし、彼の上官が取り出してくれたおかげで釈放され、1945年1月には詳細の昇進を果たしている。第二次世界大戦が終結すると、フェルギー・イベルは1945年から1948年にかけて農業指導や財産の受託などを通して農業に従事した。 1948年に産業取引事務員に転職し、運送会社の代表取締役を経て、レンタカー会社を立ち上げた。さらに工業用ガスを扱う会社にも携わっている。1950年には安全マッチ専売会社に入社し、経営者の補佐などをこなしながら支配人にまで上り詰めた。1963年からフランクフルトアムマインの 執行役会構成員を務め、1975年にドイツ連邦共和国功労勲章を受賞した。2001年10月14日にフランクフルトアムマインで死去。ペルギーベルは1954年に起鉄十字章受賞者協会に入会し、1961年には協会の役員に就任した。1970年に協会の勲爵士委員会で、 委員長につき、1985年までその地位にあり続けた。この頃の活動により、大トレイガーでリッター・クロイゼスでイセ南ン・クロイゼス、1939-1945の執筆へと至ったが、この本は出版以来長年にわたり、第二次世界大戦期のドイツ軍人に関する資料として活用されてきた。ただし、フェルギー・ベル自身はその本が公式な記録ではないと、 明言している。対戦末期、選挙区が著しく悪化したことに伴って、授与基準が崩壊した不完全で未確認の受賞推薦が多発していた。空気などの証拠もない中で、実際に受賞したがどうかも定かではない人物が紛れているのも事実である。これを受け、教会は受賞に疑問が提された人物のリストを作成した。 作家のベイト・シャーザーは、連邦公文書館の資料を分析し、フェルギー・ベルが本書でまとめた7322件のうち193件に矛盾があることを指摘している。2003年には、エリート・オブ・ザ・サード・ライヒ、ザ・リシピオンズ・オブ・ザ・ナイツ、クロス・オブ・ザ・アイアン・クロス、1939から45として、英語の翻訳書が出版された。父親は、 通信兵大将のエイリヒ・フェルギーベルである。バルター・ペール・フェルギーベル自身は二人の子供を設けている。ありがとうございます。